イミーマイミーです。はい、私は今ベトナムのダナンというところにいます。はい、前回の動画を見てくださってる方は分かると思うんですけれども、私は現在たった今ダナンに到着したっていうところです。前回の動画でベトナム鉄道というものに乗ってホーチミンからダナンに移動してきたんですけれども、ダナンも暑い、本当に暑すぎます。ということでね、オープニングからなぜお前すっぴんなんだって感じなんですけれども、ベトナム鉄道が本当に過酷すぎて全然メイクをする気にもなれなかったので、前回に引き続きすっぴんでのオープニングを撮影するっていう感じになっちゃってるんですけれども、とりあえず今からタクシーを呼んで今日のダナンで泊まるホテルに向かいたいと思います。ちなみに現在はダナン駅にいるんですけれども、ダナン駅はこんな感じです。やっぱり地元の方は夏休みっていうこともあって、すごい駅に集結していますね。ということで本当に暑すぎてやばいので、とりあえずタクシーに乗り込みたいと思います。タクシー呼べるかな。はいはいめっちゃ見てくる。はいはいはい、ちょっとここに居続けちゃったらタクシーの方にすごい誘惑されてしまうので、とりあえずグラブというアプリで安全なタクシーを呼びたいと思います。やっとタクシー呼べた。バイ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 、こんにちはって言ってる。あー、よかった。ダナンについての第一ミッションクリアです。よいしょ、タクシーに乗り込めました。とりあえずホテルに向かいますね。お願いします。今回は珍しく物静かなタクシーですね。さっきからこの方まだ一回も喋ってないです。言葉を発してない。あ、結婚指輪してるから結婚してるんですねっていうどうでもいい情報を私はずっと見ています。すごい、やっぱダナンもバイクばっかりだね。ということで、とりあえず安全にホテルまで向かいたいと思います。はい、ということでホテルに到着しました。 Thank you。こっちのタクシーの運転手めっちゃおもろいんだけど、なんかお釣りから勝手にチップを取ってお釣りを渡してくるからお釣りが減ってんの。まあ、どうせチップ渡すからいいんだけどさ、勝手にチップを自分で取るのおもろって思って、おもろい。ということでね、本日泊まるホテルシェラトンです。シェラトンに到着しました。あー、涼しい。はい、私が本日泊まるホテル、とりあえずチェックインをしたいと思います。待って、どこでチェックインすればいいの。 I want to check in。 OK。 あ、ジャパニーズ。中国人だと間違えられた。そうだよね、絶対わかんないよね、区別。耳がさ、こっちに慣れてきたのか、結構英語を聞き取れるようになってきたかもしれない。はい、ということで無事チェックインできました。さっきフロントでさ、保証金の話とかいろいろされて本当に意味わかんなかったんだけど、多分大丈夫、多分帰ってくるお金だから払ってよかったなと思う。大丈夫だよね、大丈夫だよね。ということで、私本日のお部屋アップグレードされたらしいです。私のお部屋は突き当たりの2019。それでは入っていきたいと思います。よいしょ、失礼します。さっきお兄さんがスーツケースだけ持ってきてくれました。あー、待って、やばい、このお部屋すごい、めっちゃ涼しいしめっちゃいい匂いする。ということで、今日泊まるホテルを簡単に紹介したいと思います。まずドアを開けてすぐ右側にはクローゼットかな、クローゼットがあります。あ、バスローブもありますね。はい、そしてこのクローゼットの目の前には洗面台があります。見て、すごくない、この洗面台、めちゃめちゃ大きい鏡に、そして綺麗な洗面台、そして右側にはお手洗いですね。お手洗いもめっちゃ広いです。そしてこの左側のお風呂がやばいの、見てほしい。見たい、皆さん見たいですか。早く見せろって感じですよね。それではお風呂、じゃん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 、見て、すごくないこのお風呂。いつもの海外のホテルシャワールームしかないんですけれども、バスタブまでついてます。すごいよねこのホテル、さすがアップグレードされたから、めっちゃいいお風呂です。見て、お風呂からの景色やばくない、絶対夜になったらロマンチックだと思う。ちょっとお風呂が最高すぎるので、今日の夜お風呂に入るところも撮影していきたいと思います。すごい、お風呂めっちゃいい。そして海外あるあるのね、お風呂のドアはガラス張りです。ということで、洗面台はこんな感じでしたね。最高すぎるんだけど、すごい。ちなみに下にはバスタオルとドライヤーとかもありますね、ちゃんと。そしてアメニティも歯ブラシ、カミソリ、ゴム、ハンドソープちゃんとあります。そして洗面台を出てすぐこちら側には、じゃん、なんだろう、冷蔵庫とかかな、金庫かな、あ、冷蔵庫でした。冷蔵庫がありますね。で、ウェルカムドリンクのお水と、ここにはスーツケースが置けるスペースと、そして目の前にはじゃん、見てください、めちゃめちゃ大きい等身大があります。すごくない。私の服は今日こんな感じでした。ということでね、ダナン生活でどんな服を着ているのか、ここで写していきたいと思います。すごい、めっちゃ大きいんだけど、この鏡伝わってますか。ということでね、本日のメインルームを紹介したいと思います。じゃん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 、見て、すごくない、
めっちゃ大きいベッドがあります。ここにはね間接照明もあってめちゃめちゃロマンチックです。見てこのキングベッド、めっちゃ大きいんだけど、なんかもう本当にさ王妃と王様が寝るようなベッドって感じです。ちょっとここで一人は寂しいなって感じなんですけれども、広々と大の字で寝たいと思います。そしてベッドの隣側にはこういうサイドテーブルもありますね。すごいここで夜お酒飲めそうです。そしてその目の前にはじゃん、編集ができそうな机と椅子があります。すごいめっちゃコンセントもいっぱいある。そして皆さん、ここのカーテンの奥には絶対に素晴らしい景色が広がっているのは分かりますよね。ということで開けていきたいと思います。あれ、どっから開けるんだ、んどっから開けるんだ、え、どっから開けるの、あ、こっちからか。それでは皆さん3、2、1、じゃーん、見て、やばい、この景色最高すぎる。待って、外出てみます。ちょっと開かない。え、これどうやって開くの、よいしょ。あー、待って、やばいんだけど、見てください、この景色。シーサイドって聞いてたから海が見えるお部屋なんだと思ってたんですけれども、ここまで綺麗な景色だとは思ってなかった。え、すごいんだけど。そして下はね道路って感じで、ほぼほぼタクシーが止まってますね。ここはホテル街なのかな。ダナンはリゾート地としても有名なので、すごいタクシーも盛んだし、ホテルも盛んにあります。やばくない、この景色最高すぎるんだけど。あー、最高すぎる、何この景色。あー、頑張ってベトナム鉄道乗ってよかった。よいしょ。でもちょっと暑すぎるので一回ホテルの中に戻ります。はい、ということでね、今日泊まるお部屋はこんな感じです。見て、最高。はあ、もう本当にベトナム鉄道が過酷すぎてさ、早くここのホテルにたどり着きたかったから本当に嬉しい。ということでね、現在の時刻13時ぐらいなんですけれども、私まだメイクすらしてないので、とりあえずメイクをしたいと思います。はあ、ダナンに着いたということでメイクをするか。ということでとりあえずメイクしまーす。はい、ということでさっきのボサボサ頭すっぴん顔からメイクを終了することができました。ということでね、現在の時刻夕方の4時なんですけれども、私今日出す動画がまだ編集が終わってなくて、めちゃめちゃ余裕ぶっこいてたの。まだ4時だから動画が出るまであと5時間あると思ってたら、日本時間はもう夕方の6時ってことだよね。あと3時間ぐらいで動画を完成させないといけないっていうことに今気がついたので、爆速で編集していきたいと思います。あー、今からすぐさプールに行く予定だったんだけど、一旦 2,3 時間編集頑張りたいと思います。あー、プール行きたいって感じなんだけど、ほざいても編集は終わらないので、とりあえず編集をしていきたいと思います。それではレッツ集中タイムスタート。はい、ということで無事編集が終わって動画を出すことができたので、プールにやってきました。ちゃんと水着にも着替えてきました。ということで今プールがある階にやってきたんですけれども、めっちゃ素敵なの見てほしい。まずプールサイドの手前にはこういうバーがあります。めっちゃロマンチックじゃない、ここ。ここでは飲まないかもしれないんですけれども、とりあえずプールに行ってみたいと思います。え、あ、プール Thank you, thank you. Yeah, how are you?Yeah. Okay, okay, okay. Thank you. 優しいお兄ちゃんが教えてくれました。Wow. Okay, thank you, thank you. すっごい優しいな、本当に。ということで、プールサイドにやってきました。やばーい！めっちゃ気持ちいい！あー、編集頑張ってよかった。本当に疲れた。それでは、プールサイドはこんな感じです。じゃーん！ホテルの屋上にこういったプールがあるんです。見てください。皆さんめちゃめちゃ気持ちよさそうに泳いでます。っていうか、このプールめっちゃ広いんだけど、見てください。すごくない？ハロー。めっちゃ広いです。え、っていうか、あっちのさ、景色絶対やばいんだけど、夜景がめちゃめちゃ綺麗。見て、やばくない？かわいい。作りがめっちゃかわいい。見て、この景色。夜景がめちゃめちゃ綺麗。私編集がなかったら昼にプール来ることができて、昼の景色も見たかったなと思ってたんですけれども、ダナの夜景やばい、めちゃめちゃ綺麗。編集頑張ってよかったなって思います。てかプール入る前にさ、一回ビール飲みたい。編集頑張ったから一回ビール飲みたいから、ちょっと頼んでみます。 Excuse me, I want to buy beer. Beer? Okay. Okay, thank you. Hi girl. うん。And la root beer. This one please. Okay, la root beer. Okay, I will bring for you. Okay, thank you. ビール持ってきてくれるみたいです。それではプール入りまーす。あ、やばい、気持ちいい。やばい、めっちゃ気持ちいい。あー、やばい、超気持ちいい。あ、待って、これ脱ぐの忘れてた。あー、ナイトプール最高すぎる。何これ。今誰もこのプール入ってないから貸し切りです。あー、気持ちいい。ちょっと泳ごっかな。その前に、その前にじゃん、くっ、あ、え、あ、すごい。待って、え、待って、これどういうこと、どういうことこれ。あ、こういうこと、すごい。それでは皆様、ダナン1日目に乾杯。待って、最
高すぎる。あ、なんでこんなに最高なんだ。本当に最高すぎる。前回の動画見てくださってる方は分かると思うんですけれども、私ベトナム鉄道本当に頑張ったの。ベトナム鉄道が本当に過酷すぎて本当に泣きそうになってたんだけど、このホテルに来るために頑張ったの私。これで私は海外編スタートしてから4本目の動画かな、4本目の動画で少し海外に慣れてきたって感じなんですけれども、海外編の私どうですか。海外に来ても酒をやめることはできないんですけれども、やっぱ旅にはお酒って思いますね。やっぱ南国だしお酒を飲むしかないっていう、あー感じですね。ちょっとさ、一回泳いでみる。痩せたいからさ、この海外旅行で食べ過ぎてマジで太ったら嫌だから、一回泳いでみます。泳げるかな。いきます。3、2、1。あ、すごい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 。平泳ぎならできるよ私。あー気持ちいいやばいわ、一人でこんなテンション上がって韓国人の方がいる。あー気持ちいい。ちょっと一人で泳ぎまくりたいと思います。あーなんかさ、本当に海外に来るとさ、日本人って本当に愛されてるなと思う。だってこの私がだよ、この私が街を歩いただけでビューティフォービューティフォーキューって言われるんだよ。やばくない？もう自分がモテてるんじゃないかって錯覚しちゃうんだけどなんかもうこの感覚で日本に帰ることができないって感じです。本当に最高だ。本当に朝までマジで地獄すぎて泣きそうになってたんですけれども、今日はねまだトラブルなしにこのホテルに来ることができて本当に最高です。やばくない？ YouTube 上でさ、こんなに優雅な私見たことありますか？いつものみーちゃんじゃない、逆に狂ってんじゃないかって思われるんじゃないかなって思ってます。どうですか、いつものポンコツの私がいいですか、それともこうやって優雅にたまには落ち着いて動画配信しろって思いますか乾杯。あーうまかった。あのね、プールサイドにねああやって店員さんがいるんですけれども、店員さんにさっき頼んで写真撮ってもらったの。誰も写真撮ってくれる人がいないからさ、いつもスタッフの方に声をかけて写真撮ってもらうのを手伝ってもらうんですけれども、めっちゃ写真撮るのうまいの、ベトナム人の男性の方。しかもね、写真が撮るのがうまいっていうか、どの角度から撮りたいとか、一番可愛いの撮れてるとか、いろいろ聞いてくれるの。なんか昨日日本のツアーガイドの方と、ベトナムに住んでいるね方とお話ししたんですけれども、ベトナムの男性はレディーファーストがめちゃめちゃ植え付けられてるらしいの。教育の時からかな、ちっちゃい時からレディーファーストしなさいっていう習いがあるらしくて、だから本当にレディーファーストなの。もう私がちょっとでも困ってたらすぐ声かけてくれるし、写真の時なんかめっちゃ神対応なの。しかもさっき撮ってもらった写真がめちゃめちゃいい感じに盛れたから、その写真インスタとかツイッターにアップするのでぜひ見てくださいね。本当にうまいの。ということでね、現在の時刻夜の8時なんですけれども、まだ私夜ご飯食べてないの。夜ご飯食べてなくて、スキッパルにビールを入れちゃったから、ちょっと今酔っ払ってふわふわってした気分になっちゃってるんですけれども、とりあえず今からご飯を探しに行きたいと思います。ご飯屋さん探せるかな自分で、ちょっと心配なんですけれども、とりあえずご飯屋さんに向かいたいと思います。ということで一回お部屋に帰って着替えてから夕ご飯を探しに狩りに出たいと思います。それでは夕飯までレッツゴー。はい、ということでホテルを出てきました。今ご飯を探して三千里してるんですけれども、ここが全くどこか分かんない。ここどこなんだろう。見て、後ろには大量のバイクと、奥はみんなでなんか今日はサッカーを見てるらしいです。今日はなんかベトナムが関係するサッカーの試合がやってるのかなって感じで、いろんなところでサッカーを見ていますみんな。ということでちょっと本当に適当に歩いてきてしまったので、私は今どこにいるのか分かんないんですけれども、なんか目の前にちょっと明るい食べ物屋さんみたいなのがあるので、ちょっと入っていきたいと思います。あー待って、本当にお腹すいた。すごいめっちゃにぎやか、みんなもうご飯食べ終わってるのかな。あー本当にお腹すいた。誰か食べ物を恵んで、これやってるかなここ。本当にお腹すいたから今から適当なところに入るんですけれども、見てなんかすごいねキラキラしてて可愛いお店なの。待って、聞いて、さっきのあそこのお店もう閉まってるから入れませんって言われた。そんなことある？まだ8時半だよ。8時半。え、お腹すいた。ちょっと大通りに出てみる。なんかここはちょっとね路地だからね、全然お店がないの。屋台みたいなのはあるんですけれども、お店屋さんっていうのがないので、あーびっくりした、ゴキブリゴキブリ。ちょっと本当にここは薄気味悪いので、大通りに出てみたいと思います。あ、待って、でも大通りまで歩いてる途中にこういう屋台みたいなご飯屋さんがあったので、ここに入ろうかな。何が売ってあるんだろう。あ、でも美味しそうだよ、美味しそう。ちょっとここでご飯を食べたいと思います。すごくない？ここでもみんなサッカー見てるよ。やっぱり今日なんかサッカーの試合があるんだね。あ、もうお腹すきすぎてどこでもいいということで一回入りますはい、ハロー、あ、シュークリーム、あ、ジャパニーズ、あ、ラチーマー、え、ラブディーマ？ラブディーマ？ラブディーマ？あ？シンボル！すごい！Now we know
Centro y México. Centro Rey. México. Centro Rey. México. Centro Rey from it. Centro Rey, México. Oh. You know. No. You know what Centro Rey? I don't know. やったみはれバイやったみはれすごいめっちゃみんな楽しそうお酒飲んでそれでは私も席に着きたいと思いますちょっとあのお兄さんたちと乾杯してみようとチアーズ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 チアありがとう。バイ。めっちゃ写真撮られる。안녕하세요아니 I'm Japanese 그다음에내가알아요하이거하이거하이비즈쿤거치오케이치오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 Where are you from? Vietnam? Yes, I'm Vietnamese. Vietnam people. How old are you? I'm 27 years. Oh, 27. And you? I'm 22. Oh, you're small. You very beautiful. Oh, thank you. Bye. Okay. Bye. Let's enjoy. 楽しかった。乾杯できないからさ現地の人と乾杯したいって思ってたのよいしょーていうことでね自分の席に戻ってきたので乾杯あーうまー最高すぎるはいということで私が乾杯してる間に一品目が届いていましたチップハップっていうアサリのお吸い物かなめちゃめちゃ美味しそういただきたいと思いますていうことでアサリいただきますお腹空いてた本当にやっとたどり着けた食料にうんうまーやばいビールが進むああ最高すぎ何これっていうことで2品目が届きました見てなんかよくわからないけど炒めヌードルみたいな感じで炒め物とヌードルが合わさったものを頼みましたちょっとこれ辛そうだけど大丈夫かな美味しそうあっくっうんおーなんかさこの麺カップヌードルの麺みたいじゃないいただきますうんうまい辛くないしうまいえめっちゃ美味しいんだけど最高サッカーの試合はベトナム対マレーシアらしいなんかの予選かなみんなすごい沸いてるからベトナムが今勝ってるっぽいでそれにしてもうますぎなんかさ不思議なのがさベトナムってめっちゃ暑いのにさみんな鍋食べてんの昨日いたホーチミンでもみんな鍋食べててお店で今目の前のお客さんも鍋食べてんの暑いところなのに鍋って食べるんだねって思った私は食べたくないやばい食べてるだけなのにめちゃめちゃ汗かくということで3品目が到着しました見てください私の3品目牛肉かな牛肉とサンチュ韓国料理みたいなものを頼みましたね美味しそうやばい私食べられるかなアサリはもう全部食べちゃったんですけどでもね全然まだお腹いっぱいになってないの乾杯あー最高すぎるもう最高すぎるとさ胃袋が無限になるの本当に牛肉いただきますなんだろうこの緑のタレ美味しそううんめっちゃうまい最高やばいビールしか進まないどうしようめっちゃ汗かいてきたし熱い動画 OKOK はーいなんか隣座っていいですかって言って隣に来ましたMy name is Hing. Hing. Yes, S I N. Hing, me. M I I, me. How old are you? I'm 50. 50? Yes. Eh, 若く見える And we are very happy. Are we happy? No. Are we happy? Very happy. Very happy. Because you come there, and you must every people happy. Ah, よかった So I come here. Nice. To stay. Thank you.Thank you. Thank you very much.
Wine and beer. Wine and beer in Japanese. Suntory is the number one. Suntory? Yes. Suntory の会社。Yes. だから日本とも関わりがあるよって言ってくださってます。なるほど。I love wine. Yes. Wine and beer Asia. Suntory is being the number one in the Asia. なあ。でかほど。なあ。ない。Younger brother? かわいい。レッドフェイス。めっちゃ酔ってる。バイ。かわいい。ちょっと見え。もう一気中だ。おお。フォールインラブしたっていう歌を歌ってくれました。かわいい。しちゃったんだ。Yes, あ、これは知ってんの？ Yeah, yeah. マジ？恋しちゃったんだ。多分気づいてないでしょう。知ってるの？ You know？ 知らない。あ、すごい。面白い。目の前の椅子に座ればいいのに隣にね、ちゃんと座ってくれるんです。かわいい。かわいい。Do you have a line？連絡先を交換しようっていう話になりました。ダナンにいる間に何かあったら助けてあげるよっていうので連絡先を交換します。モバイルフォン。あ、モバイルフォン。 Yes Yes。 やばい、さすがにお腹いっぱいすぎる。お腹いっぱい。ごちそうさまでした。見てください、私が今日食べた量。こちらをちょっとだけ残しちゃったんですけれども、アサリも全部食べて、この牛肉も全部食べちゃいました。見て、こんなに食べたよ。やばい、お腹いっぱいすぎて本当にはち切れそう。さっきのお兄さんが一缶だけビールをおごってくれたので、ちょっとほろ酔い状態ですね。ということで、ごちそうさまでした。はい、ということでホテルに戻ってきました。本当にお腹いっぱいだし、めちゃめちゃ暑い。さっきのところはホテルから徒歩5分ぐらいのところだったんですけれども、5分歩くだけで本当に汗かいた。ということでね、今すぐここで寝っ転がって寝たいところなんですけれども、やっぱりダメ。本当に今寝っ転がったら一生寝ちゃうから、とりあえずお風呂に入りたいと思います。さっきルームツアーで見せたじゃないですか、さっきのお風呂やばくない？絶対夜の景色やばいよ、お風呂からの景色。ということでお風呂の景色見てみたいと思います。私偉い、偉すぎる。帰ってきてから一瞬でお風呂入ろうとしてるんだよね。本当に褒めてほしい。見て、ここの鏡めっちゃ盛れるの。光でライトアップされてるからめちゃめちゃ盛れるから、さっきからここでめっちゃ自撮りしてます。はい、ということでね、お風呂を見ていきたいと思います。見て、やばい、お風呂からの景色、じゃーん、見てください。めちゃめちゃロマンチックじゃない？ということでお風呂に入っていきたいと思います。お風呂さ、タオル巻いて入ろうかなと思ったんだけど、水着着ようかな。水着を着てお風呂に入りたいと思います。せっかくね、3着ぐらい水着を持ってきたのでね、着ていきたいと思います。それではお風呂タイムスタート。はい、ということでお風呂タイム。お風呂を沸かしてお風呂に入りました。ということで、見て外の景色やばくない？伝わりますか、この綺麗な夜景。窓に映ると私の方が気になるって感じですよね、これ。でもね、本当に綺麗なの、最高すぎる。聞いて、目の前にね、ここビールがあるんだけど、お風呂の中でビール飲もうと思ったのけどさ、お風呂上がりにパックしながらスッキリした状態で飲むビールの方が美味しいよねっていうことで、今は我慢します。偉い。ていうかさ、聞いて、さっきさ、ご飯屋さんでご飯食べてたじゃないですか。その時に最後一人で私のテーブルに来たおじさまいたじゃないですか。あの人がね、最後電話番号教えてよみたいな感じで言ってきたから、え、なんでこの先会わないのに電話番号教えなきゃいけないんだろうって思ってたら、まあそのおじさんは親切な感じで、ダナンにいる時に困ったことがあったら私に電話してよみたいな感じで言ってきてくださったから、あ、オッケーオッケーみたいな感じで電話を交換したわけよ。そしたら最後におじさんが帰ろうとしてたから、あ、バイバイって言ったら、この後バー行こうみたいな感じで言われて、バーみたいな。しかもその時もう9時とかだったの、夜のね、夜の9時とかだったから、いやでもこの後さ、女の子一人で、しかもあんなに大量にいる男の人たちの中に女の子一人で入るのはさすがにちょっと危ないじゃないですか。どこの場合に連れて行かれるかもわかんないし、あの時喋ってる分にはめちゃめちゃいいおじさんだったからよかったんだけど、ちょっとバー行くのはなーみたいな
な感じになってて、電話番号その時交換しちゃってたから、じゃあご飯食べ終わったら電話してね、僕迎えに来るからみたいな感じで言われて、あ、オッケーオッケーオッケー、電話する、後で電話するって言って、そのまま逃げようとしたわけですよ。そしたらね、さっきからずっと私の携帯が鳴るの、その人からずっと電話来るの。ごめんなさい、バーには行けないです。明日もね早いのでこの後バーに行くことはなかったんですけれども、まあ、楽しいおじさまでしたねって感じでね、まあ、ゆっくりお風呂に入っていきたいと思います。あー気持ちよすぎる、最高、はあ、本当に癒されるということでね、こんなペラペラ喋ってたら12時を回ってしまったので、とりあえず髪の毛とか顔とか洗ってスッキリしたいと思います。それではシャワー浴びてきます。はい、ということでお風呂上がりました。気持ちよかった、本当に最高だった。あのお風呂、夜景を見ながら入ってたら約3、40分間ぐらい入っちゃってました。結構のぼせた。あと見て、4ポイントバイシラトンのバスローブを着てみました。可愛くないこれ、めっちゃ可愛いんだけど。ということでね、早速お風呂上がりのビールをいただきます。さっき我慢したから早く飲みたかった。くー、それではダナン1日目に乾杯。うますぎる。ちなみに現在の時刻なんですけれども、待って、今携帯見てさ、誰かからめっちゃ電話来てると思ったらさ、見て、さっき話した人からめちゃめちゃ不在着信来てた。え、めっちゃ不在着信来てるんだけど。4件ぐらい来てるよ。え、計6件来てるんだけど、不在着信が。多分飲んでるんだろうね。元気に元気に、あの軍団たちと一緒に飲んでいるんでしょう。仕事仲間と楽しんでください。ごめんなさい、私は行けません。でもこの人さ、ダナンで聞きたいこととか困ったことがあった時に電話するから電話番号教えてって言ったのにさ、なんで今めっちゃ電話かかってきてんの、本当にって感じなんですけれども。まあ、酔っ払ってるんですね。ということで、早速お風呂上がりのパックをしていきたいと思います。それそうだよね。だってね、さっきこの人、ヘンさんって言うんですけれども、このヘンさん、今日仕事が本当に忙しかった。だからこの時間がめちゃめちゃ楽しいって言ってたから、はっちゃけて飲みすぎちゃったんだね。やばいやばい、また電話かかってきてる。さすがに出れません。あの人話し始めたらめちゃめちゃ話が長いんだもん。ということでダナン1日目、私の最高の時間がやってまいりました。パックかけるビール、乾杯。あー、うまー、最高すぎる。なんかね、この人最後よくわからないこと言ってて、ミュージックを聴くためのバーがあるからそこに行こうって言ってさ、それクラブっていうものじゃないの、それクラブじゃないのって思ったんだけど、 Only listen music とか言って、 Only drink とか言ってたんだけど、いや絶対それクラブじゃんって思いましたね。多分あのおじさんとかあのお兄さんたちはね、あの軍団で10人ぐらいの軍団でクラブに行ったんでしょう。今頃楽しんでるんでしょうね。そして酔っ払いすぎて私に電話をかけてこないでください。ちなみに私が教えた電話番号ってベトナムの間だけ使える電話番号だから、私が日本に帰ったらこの番号無効になるのね。だからベトナムにいる時だけの番号だから、まあ教えてもいいかなって感じだったんですけれども、ヘンさん、あんまり飲みすぎないように気をつけてください。明日もお仕事って言ってたので、朝まで飲みすぎないように気をつけてくださいね。私からの忠告です。あーやばい、待って待って、喋りすぎ。とりあえずパック外します。あー気持ちよかった、本当に気持ちよかった、最高すぎ。ということでね、私明日も朝めちゃめちゃ早いんです。明日ね、朝食があるの。この4ポイントバイシェラトンでの朝食があるの。だから絶対に起きないといけないの。確か朝食が朝の7時から10時までの間食べられるみたいなんですけれども、9時から10時まではめちゃめちゃ混んでるらしいから、私はできるだけ8時台には絶対に朝食会場に向かいたいの。だから7時半には絶対に起きないといけないということで、私は今からさっさと寝たいと思います。あー最高だったー。ということで、4ポイントバイシェラトンでの1日目の滞在楽しかったです。ということで皆さんおやすみなさい。私が明日7時半に起きられることを願っといてください。待って待って、その前にビール飲み干さなきゃ。よいしょ、あとちょっとしか残ってない。あーうまー、待て待て、いきなり飲みすぎてやばい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 。めっちゃお腹いっぱいだったのにめっちゃ飲んじゃった。あー気持ち悪くなりそう。あーでもさっさと寝なきゃ。ということで皆さんおやすみなさい。また明日。おはようございます。やばい、めっちゃ寝た気がする。今何時？やばい、怖い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 。ええ待って、やばいやばいやばい。9時12分。待って、なんでこんなに寝てるの？待って、朝ごはん何時までだったっけ ?10 時までか。10時までってことは、20分までに入らないといけないから、あと5分以内に入らないといけない。待って、やばい。よいしょ。やばい。全然アラームの音聞こえなかった。本当にやばすぎ。ということで、ちょっと、朝食会場に向かいたいと思います。あ、着替えなきゃダメだよね、多分これ。このまんま行ったらダメなのかな？ちょっと追い返されたら嫌だから、着替えてから行きたいと思います。あ、やばい、頭が回らない。けどなんか怖い。昨日あんなに食べたのにもうお腹空いてるんだけど。ということで、ちょっと朝食会場に向かいます。はい、ということで朝食会場にやってきました。朝食はこんな感じでバイキングで自分で取るっていう方式らしいです。すごくない？めっちゃ可愛いスイーツがたくさんあるんだけど、種類が豊富すぎてどっから取ったらいいのか分かんないんだけど、とりあえずここら辺から並んでいろんなものを取っていきたいと思います。え、めっちゃ美味しそうなんだけど、本当にやばいやばい、どっから並んだらいいの？え、フルーツも
もいっぱいあるということで、ちょっと頑張って朝食を取りに行きたいと思います。はい、ということで朝食を取ってきました。ということで私はお部屋がアップグレードされたので、こちらの個室のプライベートルームに案内されました。すごくない？ということで食べていきたいと思います。はい、ということで席に着きました。見てください、私ね完全に取りすぎたのは分かるんですけれども、美味しそうすぎませんか？ということでこちらをいただきたいと思います。見てこのカップケーキとかもめっちゃ可愛いしさ、やっぱ南国に来たら果物っていうことで果物もめちゃめちゃ取ってきちゃいました。いただきます。ちょっとどれから食べたらいいのか分かんないんだけどさ、まだ起きて15分ぐらいしか経ってないので、ヨーグルトで胃を起こしたいと思います。うん、うまっ。フルーツもりもりなの、ヨーグルトの中にも。見て、ツナだって、ツナのトマト煮。うん、おいしい。めっちゃベトナム風味がする。うーん、朝から最高だ。ちなみにこのプライベートルームはこんな感じです。こんなところに案内されるの知らなかった。アメックスっていうカードの会員になってると部屋がアップグレードされたり、こういう朝食会場が別の個室になったりするらしいです。すごくない？私視聴者の方におすすめされたクレジットカードを作っただけなのにこんな特典がつくんです。最高すぎませんか？ご飯もおいしいし、最高。てか聞いて、なんかこのダナンに滞在する時の専属のガイドさんがね、ダナンの朝焼けがめちゃめちゃ綺麗だから4時半ぐらいに起きてビーチに行ったらいいよみたいな感じで言ってくださってたんだけど、絶対起きれるわけないじゃん、私が4時半なんて。で、あー起きれたら起きます、頑張りますとか言ってたら、多分そのガイドさんミーが絶対に起きれてないことを分かって、朝ね朝焼けの動画を送ってくれたの。本当に綺麗だったからちょっとシェアしたいから一回これ流します。見てください。え、めっちゃ綺麗じゃない？やばくない？起きればよかったって思うけどさ、絶対起きれなかったなって思うから本当にありがとうございます。朝ランニングしてる人とかもたくさんいたらしいです。明日は頑張れたら起きようかなと思うけど、起きれるでしょうか？ということで量がやばいので黙々と食べていきたいと思います。やばい、さすがにお腹いっぱいになってきた。待って、やばい、見て皆さんって自分でもドン引きしてるんだけど。それじゃあ皆さん見てください、この光景。じゃーん、やばくない？あの量私一人で食べたんだよ。ちょっとこのココナッツケーキは甘すぎてちょっと残しちゃったんですけれども、それ以外全部食べました。目玉焼きのプレートはもう片付けられちゃったんですけど、目玉焼きも全て食べました。え、ほん本当にドン引きしてる自分でもこの量食べたの。あ、お腹はつきれそう。美味しかったー。ということでごちそうさまでした。はい、ということでお部屋に戻ってきました。お腹いっぱいすぎてめちゃめちゃお腹が出てて妊婦みたいになっちゃってる。はい、ということでね、今からメイクをしたいと思います。メイクをするぞ、メイクをするぞ。もうさ、本当に美味しすぎてテンションがぶち上げって感じなんですけれども、おとなしくメイクをしていきたいと思います。すごくない？こんなでっかい鏡でメイクできるなんて最高なんだけど、女の子の夢って感じですね。はい、ということでメイクできました。やっと顔が生き返ったって感じですね。え、ここめっちゃ盛れるんだけど。こうやってさ、ライトがあるからめっちゃ盛れる。ここでずっと撮影したいって感じなんですけれども、皆さん本日の動画はここまでです。この4ポイントバイシェラート最高でした。ちなみにお値段を発表いたしますね。なんとお値段は1泊1人1万円です。ちなみにさっき知ったんですけれども、1泊1万円まあちょっと高いかなって思ってたんですけれども、海外のホテルって1泊1部屋1万円みたいな感じの計算みたいなので、2人で泊まっても1万円だから、私は1人なので1人1万円になってしまったんですけれども、2人泊まると1人5000円っていう計算になりますねっていうことですよね。ということで1人でここのホテル満喫しました。ということで本日の動画はここまでです。この動画がいいなって思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。どんぶらーここ、次はダナンで何をするでしょうか。次の動画も楽しみにしておいてください。バイバーイ。